銀と愛が世界を救うテイルズオブファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。じゃあね、今回はね、前回次になる地下墓地の探索とやっていきましょう。でね、現在なんですがレベル15ですね。クエストなんですが特にだ、こちらのね 80% まで習得させてもらいました。でね、新たにね、コガハザンを覚えましたよ。獲物に襲いかかる獣の牙のごとく敵を上下から切りつける二段技、まあ、ギサザメとね、コガハザンは定番ですね、テイルシリーズでは。ミントはね、新たにヒールを覚えました。味方一人の HP を回復させる。チェスターはこの辺も変わらないんですが、で、称号の方は、クレスは変わらないですね。ミントは、プリーストで覚えましたね。チェスターもアイも変わらず、アーチャーで。であと、ローリーなんですがね、チェスターの方がね、このように4つ極めました。じゃあね、続きをやっていきましょう。結構歩きますよね、ここ。でもよく見たらね、地下墓地って、トーティスの村の反対側なんですよね。ちょうど裏側なんですよね。基盤性じゃ、これはもういいですね。何事も起こることだからじゃ。
抜けが。なんだ。さあ、古の王の復活だ。なんだと？そうだな、メイドの土産に教えてやろう。なんかメイドの土産って結構流行ってますね。まあそれはいいとして。バルハラ戦役。貴様らも知っておろう。今より100年ほど前に起こった戦いを。当時最大を誇った二国の連合を相手に圧倒的な力を見せつけた一国の王がいた。その王の名はダオス。しかしその男もある冒険者たちの前に敗北することになる。知っているさ。私はその冒険者の血を引いているからだ。私だけではない。フレスク、君とお嬢さんは私と同じくその昔ダオスと戦った者たちの子孫なのだ。僕が、私が、君たちが襲われたのは偶然ではない。昔から続いたダオスをめぐる因縁ゆえなのだ。そのダオスの復活をこの男は私欲のために企んだ。そうだな、元ユークリッド独立騎士団長マルス・ウルドール。ダオスの復活は定められたことだ。止められぬわ。うるせえ。ダオスだか因縁だか知らねえが、俺にはそんなこと関係ねえ。てめえは兄の仇だ。それだけで十分だ。愚か者どもが、もう遅いわ。
古の王ダオス。ダオスよ、古の王よ、我の命ずるところを聞け。我が名はマルス、マルス・ウルドール。運命の糸に操られていたことに気づかぬ愚か者よ。何を言っている。封印を解いた俺が貴様の主なのだ。私を封印した者どもを殺し、封印を解く鍵を奪わせたのは他ならぬこの私自身。思い出させてやろうか。3ヶ月前お前がここに訪れた時に何があったかを。抜かせ、危ない、避けろ。何、お前にはもう用はない。滅びよ。うわあ、私が背負う重大な運命も分からず、勝利のみを求め勝手な振る舞いを続ける人間たち、そして私を封印した者どもの生き残り、そこのお前、断じて許せるものではない。奴は剣などでは倒せない。私が宝珠で君たちをある場所へ送る。そこで奴を倒す方法を学んでくるんだ。もうこれしか方法はない。どういうことです。説明している暇はない。それとこの本、これはミゲルとマリアの意思を継いでくれ。頼んだぞ。死ね。くそ、間に合わない。ジェスター、ジェスターさん、ジェスター君、しっかり。あの輝きは時間転移の光。答えろ、奴らをどこへやった。言うと思っているのか。こしゃくな奴め。いつの時代に送ったかは知らぬが、自分自身を転移できないとはまだ未熟だな。くそ、くっくっくっく。ここで朽ち果てるがいい。一体何が起こったのか。ああ、光が広がっていく。ここはしっかりすんだ、ミント。クレスさん、ここは僕にもわからない。ここは一体どこなんだ。綺麗、さんは、モリスンさんは、モリスンさんたちなら多分、いえきっと無事ですよ。私たちは今できることをやりましょうね。クレスさん、元気を出して。ごめん、僕ばかり落ち込んでいて。そんなこと、そうだ、モリスンさんから預かってきた本を読んでみよう。モリスンさんの本。モリスン、フレスはモリスンの本を取り出して読み始めた。私はここに異界より侵略者の戦いを記す。遠い昔、いずこから現れた侵略者との間に戦いが起きた。その侵略者は自らをダオスと名乗り。ダオス？おお。一体これはどういうことなんでしょうかね。ちょうどいいとこなんでね、今回の実況はね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。